船橋村は、富山県中に川郡の村である。富山県及び、北陸三県唯一の村である。県中部の上岸寺川東岸に沿って位置する。日本最小の基礎自治体である。富山市から車で20分ほどという立地上に、ベッドタウン化が進んでいる影響で、人口増加率が県内で一番高い。2000年から2005年までは、日本一でもあった。 さらに、2005年時点の幼少人口割合は22.7%で、全国の市町村で最も高く、平均年齢も2013年時点で40.6歳と、県内の市町村で最も若い。独立志向が非常に強く、周辺自治体からの合併話が多い中、また全国的に、平成の大合併が進行する中でも、 上岸寺川東部地域全域での産業の系統的育成の観点や村内の教育機関の維持という観点から自立を保っており、明治の町村政施行以来一度も合併を行っていない。面積が日本一広い岐阜県高山市の約1、627しかない。もともと面積において富山県最小の市町村であり、 岐阜県安八郡スノマ町が消滅した2006年3月27日以降は、日本最小の基礎自治体となった。2005年11月1日に、伊水郡下村が合併で消滅したことで船橋村は、富山県唯一の村となり、さらに2006年3月3日に、福井県を入群た小村が合併で消滅した、ことに伴い、北陸三県唯一の村となった。 日本で最も遅くまで郵便局がなかった自治体でもある。船橋間に郵便局が1994年5月9日に設置、1999年10月1日廃局、同日越中船橋駅向かいに船橋郵便局が開局している。村名の由来は、室町時代に、仏星寺情主が城の堀に船を連ねて橋を架けた。 ことによるとされる。船橋村の地形は、全域が、平野、平地である。南北に細長く位置する平地の、約半分は水田であり、残りは、宅地、公有地、雑種地等である。定数、7船橋村は、近隣の魚津市、滑川市、城市町の西一町一村により組織される、富山県東部消防組合の構成自治体で、村内には、 同消防組合の上司消防署船橋文献署が置かれている。船橋村は2013年春まで、常備消防業務を担う部局を持っておらず、消防団による非常備消防が行われ、上市町や立山町、富山市など近隣市町の消防業務の応援を仰ぐケースがあった。また、救急業務も立山町に年間700万円を拠出して委託していた。 だが同消防組合が同年3月31日に事務を開始して常備消防体制が整備されさらに船橋文献所が2014年10月1日に解所してポンプ車救急車各1台が配備されたことにより体制が強化された船橋村消防団には分断が存在しないため分団長。 副分団長の階級は存在しない。また消防団員のうち団員5名は、機能別消防団員として、役場職員から任命されており、勤務時間内のみ、消火活動に従事する。小型動力ポンプ積載車のうち、1台は、日本損害保険協会より2006年2月2日に寄贈されたものである。ファインネックス株式会社村内に、スーパーマーケットはないが、 村の南端に近い立山町理電池区にスーパーセンター島屋が所在する越中船橋駅ありがとうございます